じゃあそんな、平田研究員一体何を披露してくれるんでしょうか。はい、と私はレモンを表情を変えずに食べます。あの意外な特技ですね。レモンを表情を変えずに食べられる。はい、これちょっと実際見てみないと分かんないですよね。なので今回ちょっとレモン用意しましたのでお願いいたします。レモンだ。おーおー、たくさんはい、こちらですね、まあ、ガチガチのレモンでございます。ちょっとまあ実際にどういった感じなのかちょっと平田研究に見せていただきましょう。お願いします。はい、あ、本当にガチのレモンですね。絶対無理。食べていいですか。あ、いいですよ。そうですね、ちゃんと食べる前には、ね、はい、手を振りましょうね。え、これはずっと昔から大丈夫だったんですか。はい、昔から酸っぱいのが大好きで。あ、そうなんですね。食べます。じゃあちょっと実際食べてもらいましょうか。じゃあ一つ食べます。いただきます。お、確かに食べづらい。かわいい、かわいい。あ、でも全然本当に表情変わらないですね。すごい、すごい。みかんみたいに食べますね。え、全然酸っぱくないですか。全然大丈夫ね。いやでもさ、これさ参考いないと分かんなくないですか。で、本当に酸っぱくないかもしれないじゃないですか。実はみかんかもしれないしね、黄色い。これちょっと誰かに食べてもらいたいなと思うんですけど、平田研究員誰がいいですか。みゆで。水島研究員いけます。え、食べたことないんですよ、レモン。え、食べたことないんすか。え、ない、え、ない、え、な、ないよね。ないよ。え、レモンって食べるものじゃなくないですか。いや、食べるもの。え、レモンは食べるもの。すごい、いいサンプルいましたね。これね、研究番組なんで、ぜひ研究してみましょうよ。じゃあ、水島研究員、ちょっとじゃあ前に出て。はい、はい、失礼します。頑張れ、頑張れ。めっちゃ匂いする。罰ゲームね、めっちゃ匂いする。あ、じゃあ、キラタ研究員残っていいっすよ。どうですか、水島研究員。レモンを初めて見ますか。いや、見るのは大丈夫ですよ。違うんですよ。じゃあ、ちょっと実際食べてみましょうよ。はい。え、酸っぱいですか。え、いや、それを酸っぱいか酸っぱくないかを今、水島研究員調べてもらおうとしてるんですよ。酸っぱくなかったらこれね、平田研究が嘘ついてることになります。確かにそうですよ。はい、嘘なのか嘘じゃないのかをちょっと、うん、はい。じゃあ水島研究準備ができたら。え、丸かじりですか。まあちょっとかじるぐらいじゃないですかね。じゃあ大丈夫ですか。はい、じゃあお願いします。あ、ちょっと待ってください。わかりました。浮いてます。実況スタイル。いただきます。よく一口でいきましたね。うん、一旦はけていいですよ。あ、これもじゃあ本当にガチで酸っぱいところが証明されましたね。ちょっと周り引かないでください。周り引かないで。じゃあこれは本当に平田研究員の特技ということで大丈夫ですか。すごい。はい、あ、じゃあもう本当素晴らしい。あれ、水島研究員もね。あ、戻ってきた。え、水島研究員どうでした。酸っぱいです。すごく酸っぱかったです。これはじゃあ平田研究員がすごいってことで大丈夫ですか。はい。あ、じゃあ見事な平田研究員の特技でございました。はい、まあ、特技というか一芸ですね。ありがとうございます。これ次行きましょうか。水島研究行きましょう。どうしよう、何だか行こう。まずい、どうしよう。え、これどうしよう。もう何引いても同じっすよ。勘です。はい、
直感です。おセンブリ茶もう全部食べた。さっきレモンも食べたんですけどみゆセンブリ茶ってですねもうあのめちゃくちゃ苦い、まあ、体にいいお茶でございますので、まあ、水島さんに健康になってもらおうという罰ゲームでございます。じゃあご準備の方よろしくお願いします。もうできてるのでねさっと取ってさっと飲んじゃいましょう。はい、うわありがとうございます。これじゃあちゃんと体にいいお茶ですからね、皆さん勘違いされてるかもしれないですけども、ね、水島さんに健康になってもらいたいんで。やばい、なんかその目で見つめないでほしい。じゃあ水島研究いきますか。あ、でも匂いは、そうですよ体にいいお茶ですからね。じゃあお願いします。いただきます。水島研究、まあ、苦いのは分かるんだけどもバラエティ的にはその場でリアクションしてほしかったな。まあ今後ね学んでいきましょう、そういうところもね。あでもすごい 苦いねこれね。来る。めちゃくちゃ苦い。苦いっすか。なんか今日嫌なものしか食べてとってない。ある意味一番もう罰ゲーム受けてるかもしれないですね。あっ